その日、鳥はある山の山頂にいた。ここは THC オカルトラジオのトモさんにトトロ待ちをしようと言われた367夜の場所。その動画では妙な現象がただカメラに収められていた。このような現象をカメラに収めることはかなり厳しい。ではよくわからないものを収めたい場合、どこへ行ったらいいか一年中考えている鳥は、久しぶりに超有名心霊スポットへ向かうことになる。ミッドナイトイーグル鳥のはじめです。こんばんは。えらく久しぶりの場所に来てます。はい、静かでいいっすね。結構ね、1年に 1,2 回来る場所なんですけどね、今回の場所はね、みんな多分大好きなとこだと思うんでね、行きましょう。結構有名な場所で、全国でもね、かなりのような有名な場所で、はい、もう大概オカルトとか好きな人は知ってると思うんですけどね、行ってみますか。よし、旧吹上トンネルですね。はい、今では多分ね、今では一番安心できる心霊スポットなんじゃないかな。誰も来ないし何もいないっていうね。畑が飛んでる。やば。奥に何かいる。何かいるぞ。奥に何かいる。石落っこってきてんじゃん。
の声がする。まあ今反対側に着きました。雨っていうよりも水滴がね、何の、最近ね、よく取れ高がどうのこうのとか言ってますけど、ここ有名すぎて逆に取れ高何もないっていうね、ただ名前だけ有名になっちゃった場所。なんか思ってたのと違うな。なんかどんだけお前ここ来てんだって言われるかもしんないけど、これだったら後ろ見えるね。後ろ見える、めっちゃ怖いんだけど。熊獅子とは、古くから秩父の山奥に生息し、陸上最強と言われている MEF の一種。もしこの生物に遭遇してしまった場合、生まれてきたことを後悔することになる。熊とイノシシが出るから、向こう側あんま行きたくないんですよね。で、向こう側行ってもただ降りる道になっちゃって何もないんですよ。やばい、楽しいな。一人でなんか邪魔される場所じゃないからめっちゃ楽しい。やだな、これ後ろ見ながら撮影するもやだな。まあ、いい感じの場所ではあるでしょう。これが有名な吹き上げトンネルの、リアルな吹き上げトンネルですよ。片手が痛くなってきた。今日の
吹き上げトンネルの状態っていうのが多分一番ベストな状態の、吹き上げトンネルです。いつももっとびちゃびちゃって水が結構垂れたり流れたりしてるんですけど、今日あまりそういう音が入らないかもしれないのと、周りが異様に静か。今日のメインはね、今回のメインはこれ歩くことじゃないですよね。久しぶりにこの静かな状態で定点しようかなと思って来てます。はい、定点に移ろう。